ぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。おお、異人間殺人事件だ。死んでないよ。あら、少々遅れてしまったようですわね。セクシーでございますわね。ヴィーナスのようでございますわね。今来たところだよ。そうですか。定番のこと安心しましたわ。私から誘っておきながら待たせてしまっては申し訳が立ちませんものね。心なしかいつもより優雅に見えるよ、静香さんが。異人館に来たことはあるの？ええ、2、3度。でも何度来てもいいところですわね。俺そのだから殺人事件しか知らないんだけど、異人館って何があるの？美しい街並みに加え眺めも良くて、憧れちゃうね。こんなところに住めたらどんなに素晴らしいか、うん、だから俺殺人事件しか知らないんだけど、金田一少年でしか知らないんだけどさ、ここ何があるの？うわ、古い町並みでありながら、伊助君の甘いのダサさにびっくりしちゃった今。それでいて懐かしい。神戸という町はそんなところですわ。いいね、なんか静香さんのこのマフラーだよね、これ。こんな、うわ、また素敵な町だね。褒め殺しだね。そうですね、マフラーがファンタジーチックでいいわ。理解していただけてよかったですわ。静香さん、ここってただの民家じゃないの？入場料取ってるところはあるんだけど。一応民家にはなってますが、場所によってはああやってお金をいただいているところもあるんですのよ。でどうするの？中に入れるの？な、いやこれケチだなって難癖つけるのもダメでしょ。大変だな。そうでしょうね。自宅を一般の方々に開放してらっしゃるんですもの。いろいろ苦労が絶えないと思いますわ。でも正直言うと少し残念ですわ。あら、どうしたんでございますの？もしこれが夜でしたら素晴らしい夜景も見られたのに。あら、もう完全にデート。あら、選択肢多いな。また来ればいいよにしようかね。なんか次の約束を取り付けちゃうみたいな、かっこいい。そうですよね。あら、どうしたでございますの？おお、すみません。美人だな。あなたはそうは参りませんものね。すごいな。FX で全額溶かしたとは思えない。溶かしてない、溶かしてない。うん。絶対また来るよ。本当ですか？もちろんだよ。あの、それなら。うん。おお。その時は特別に。この私が案内して差し上げますわ。かわいいでございますな。でも選択肢多いな。ぜひお願いするよ。本当に良かったですわ。おお。あら、もうこんな時間。早いな。私そろそろ戻らなくては。さすがスケジュールがたくさん埋まってるだけのことはありますね。もう行っちゃうの？名残惜しく。うん。おお。本当に残念ですわ。美しいですわ。せっかくこうして二人きりになれたというのに。どっちでもいい気がするけどな。また誘ってくれる？悩むな。楽しかったようにしようか。でも楽しかったよ。私も楽しかったですわ。静香さんはお尻だね。おっぱいより。まあまあ下世話の話はね。では、お上品なお話をしましょうね。ダージリンのお話を。はい、それでは。美しかったなぁ、静香さん。やっぱ可愛いっていうより美しいですよね。異人間殺人事件でございました。死んでないよ。じっちゃんも何かけてねえよ。あら、なんだっけ？ななこさんも。偶然だなぁ。万博公園にいた。まあな。あ、そうだ、どうせ一人なら一緒に回らないか。ああ、でも私先ほどまで静岡お姉様と一緒に。お待ちなさーい。あれ、あれスケジュール終わってんじゃなかったですか？静岡暇かよ。聞きましたわよ。何の偶然ですの？先ほどから後をつけてらしたじゃありませんか。え、どういうこと？待って
ったくずうずうしい方ですこと。七子さん、なんであんたが知ってんだよ。イジニカの後ろからつけてたの。え、とぼけ。あの、それは、はぁ、あんたも後つけてたんだな。どういうこと、どういうこと。ちょっと複雑になってきたぞ。まったく、異人間出てからのことかな。人の後つけて覗き見するなんて、あんたはストーカーかい。伊助君が万博公園に向かうまでを七子さんは後ろからつけてて、その後ろを静香さんがつけてたんだ。暇人かよ。静香さん暇じゃん、スケジュール待ってねえじゃん。ご自分のことを棚に上げてよくそんなことが言えますわね。これは一体どうすれば。あら、ごめんなさい。そうですわね。じゃあ、人間で分からなくてよかったじゃん、静香。こんな自分勝手な女と付き合うのはやめて、私とご一緒するというのは。こら、どっちが自分勝手だよ。最初に声かけたのは私だよ。あらら、これ取り合ってくれるのはなんだかこう。あら、気持ちがいいものでございますな。では、何時何分何秒、地球が何回回った時におっしゃったんですよ。小学生かよ。なあ、あっちでさ、私と一緒に向こうの家に行こう。中身は子供っぽいですよね。こんな女はほっといてさ。やっぱ美しいって言ったけど可愛いな、静香さんは。なんてこと。あちらで私と展望台に登りませんこと。キテレツな形で楽しいですわよ。確かにキテレツな形してるよね。な、3人で仲良くにしようか。選べないじゃなくて、3人で仲良くしましょう。ここはせっかく3人なんだし、3人で仲良く回るってのはどう。ずっだ、タイに嫌。ダメだな。誰がこんなやつと。そんなに嫌。私もごめんですわ。あ、こんな方と展望台にでも乗ろうものならあっという間に墜落してしまいますわ。どういう意味だよ。墜落するんだって。なんですの。なんで仲良しやん。あ、怒られちゃったよ。ムカつく。まったく、今日はなんて日なのかしら。きっと全国的に仏滅なんですわ。そりゃ万博もあんな顔するわ。おう、あ、静香さん、どうしたんですか、ため息なんかついて。退屈ですわ。退屈でございましたか。社長さんが聞いたら泣いちゃうよ。そうは言っても退屈なものは仕方ありませんわ。まあ、静香さんはね、娯楽者でゲームとかやらないでしょ。すっかり遊んでしまいましたし。遊んでたんかい。ああ、この列車には、もう私を熱くさせるようなものはないのでしょうか。やらしい。やらしくないよ。ああ、本を読んでみたらにしようか。風景って感じでもないでしょ、静香さんは。本を読んでみたら。読書なんて別に列車に乗っていなくてもできますわ。間違えたな。私は列車の中でしか体験できない何かを求めているんです。そっかそっか、じゃあ風景だ。はあ、もう結構ですわ。なんとか暇を潰していきますわ。それではな。あ、キコちゃん、退屈だったんでちょっとピアノを弾いてたんです。お、昔習ってましたから。すごいね、ピアノができるなんて知らなかったな。ただ知りたくもなかったですよ。私に惚れ直したんですね。うん、嬉しい。でも楽器できる子はいいよね。でも本当あんまり上手じゃないんです。あ、そうなんだ。もう長い間弾いてなくてってよくいるでしょ、うん、そういう人って。うん、特技なんて言えるほどのものじゃないんですけど。そういうなら、じゃあ俺部屋戻るんで。ピアノも特技にしておきますね。はいはい。お菓子作りが一番得意なんですけど。ほうほう、料理なら何でもできます。じゃああれですよ、セイナとのポテチ作り対決をね、ぜひやってほしい。それがナナコさんとのね、料理対決。それにお掃除や洗濯、子供の世話とか。子供の世話って子持ちなの。当たり前です。うわ、キリッとした。あなたと家庭を持ったらこのくらい重い。やっぱり重い。ただ何言わせるんですか。
もう言わせてねえよ。難しい。勝手に喋ってたよ、ずっと一人で。それだけ言って去っていくんかい。はい。さあ大阪のデートをね、大阪じゃねえか、広島のデートを誘いに行きましょう。準備はよろしいかな。早いな話が。まあ何をおとぼけになっていらっしゃいますの。私を誘いにいらしたんでしょ。正解でございますわね。でもまあはっきりしませんわね。今日は私と中央通りでデートをする約束だったではありませんか。そんな約束してましたっけ。今知りましたけど。まあよろしいですわ。それならお昼までは待って差し上げますわ。うん、じゃあ向こうで落ちちゃおう。明日お昼に中央通り、よろしくて。よろしくてよ。遅れたら承知しませんわよ。では。おピノ。またピノか、これ。なんだ今の声は。うん。それか、ま、偉人観察人。あれこれ偉人観察人じゃねえの。静香さんじゃないですか。うわな、なにこ、三つ編みにしてる。で、なにこの服装。どうしたのこれ、何があったの。部屋の中に、お化けが。お化け、何お化けって。私一人しかいない部屋から不気味な声が聞こえてくるんです、うん、もうオチが読めるんですけど。絶対ななこさんでしょそれ。ななこさんのいたずらでしょ。あれはお化けに間違いありませんわ。やらしい。私ああいうオカルトもの全然ダメですの、うん、あ、そうなんでございますの。むしろオカルト得意な、オカルト好きな、いるかいないかはっきりしない上に無断でそばに忍び寄って、うん、部屋着いいな。スリッパも可愛いしな。この油断しきってる服装がいいわ。このギャップとお嬢様って可愛い。まさに人類の敵ですわ、うん、そう思いませんか。髪もね、今回は縛っちゃって。ああ、こうしてはいられませんわ。直ちに専属の祈祷師部隊の出動を要請しなければ。いや、心霊写真撮った時もすごい嫌がってたもんな。奴らは私の体を乗っ取って人類に攻撃を仕掛けてきますわ。もうそうに決まってます。大丈夫かよ静香さん、ちょっとこれ、うん、あなたがダメですわ、危険すぎます。大丈夫だよ、ななこさんだから。どうせななこさんだよ、うん、一応確認しとかないと。でも危険なことはしないから。まあ、あなたがそうおっしゃるのなら。どうしよう、本当にお化けだった。じゃあ行ってきます。待って、私を一人にするつもりですの。かわいいな。お化けが怖いんでしょ。だって一人きりは心細くて。とにかく私も一緒に参りますわ。前も言ったけど、やっぱりギャグキャラだよね。可憐な乙女一人守れなくて男が務まりますか。うん、そうですね。参りましょう。いざ尋常に。どうですか、うん、何かいます。いるのかな。ななこさん、出ておいて。なんでこんなに薄暗いんだ。先ほどから照明の調子が悪かったんですの。え、まったく、これだから安物は困りますわね。そんな安物使ってるわけではないと思うけど。その静香さん、なんだなんだ。あら、どうなさったんですの。顔が真っ赤ですけど。なになに、そんなにくっつかれると胸が、あらら、むっつりおすけべでございますわ。胸、胸って、あ、気になさらないで。私とあなたの中ではありませんか。さすが22歳。いい年してるだけのことはありますね。セイナだったらこうはいかないよ、すぐに離れちゃうよ。いけませんか、このままこうしていて。いやらしいな、薄暗い中で胸くっつけるって。静香さん、私殿方の腕好きですわ。おい始まっちゃうよこれ。こうしているだけで始まっちゃうよ。ことが大丈夫これ。18禁ゲームじゃないんですけどね。これいざとなったら私なんて一人じ
ちゃ何もできないんですもの。あざといな。そんなことないよ。誰にだって苦手なものってあると思うし、誰かに取りたくなることだって。おいい雰囲気。あ、まだ部屋ついてなかったのかよ。え、あ、そうですわ、ここです。よーい、それじゃ行くよ。それどうです、何かいまして？いや、よくわからないけど。やっぱりじゃねえか。なんですの今の声は。声したな、まずいぞ。しずか、あみだな。みーな。おお、すごい怖がってる。ああ、大丈夫。どうしておばけが私の名前を。なぜ、何故、ああ、何が何だか。パニックになってるよ。落ち着いて、静香さん。きっと奴らは私の髪の毛から DNA を採取して住所、氏名、年齢、電話番号を調べ上げた上に人類に対して宣戦布告。それ何なんだよ、人類に対する敵視は何なんだよ。でも、ああ、私もうダメです。短い間でしたが、お世話になりました。さようなら。ああ、食べちゃったよ。死んじゃったよ。なんだいなんだい、今の悲鳴は。わざとらしいな。何やってんだよ、あんたたち。抱きついてんのかな。あー、いやらしい。静か。それに、何やってんのさ。これはもう完全に入ってるな。入ってねえよ。今度は先月9日に亡くなった七子さんのお化けですの。亡くなってたのかい。勝手に殺すな。なんだこのイベント。とにかくさっさと離れないよ。やらしいですよこれは。まあトラブルみたいになってる。お化けの分際で私に指図するつもり。でも静香さん、やっぱ七子さんが来たら本調子戻ったね。やっぱり七子さんのお化けだけあってずうずうしいですわね。だから私は本物だって言ってんだろ。たぶんこんなことになるなんてとんだ計算違いだよ。お分かりいただけただろうか。七子さんが亡くなった例だと。とにかく言うのであろうか。いつまでもそんな格好してないで離れた離れた。やらしい。もういい感じになってんじゃん。私ったらなんてはしたない真似を。確かにすごくはしたなかったよ。嫌ですわ、こんなところをお見せしてしまって。でも大して動じてないところがさすが静香様。ありがとうございます。まあ動じてないってもさっきお化け見て泣いただけどな。本当によかったですわ。静香さん、なんだいなんだいこの鳥肌ものの展開は。それに下着じゃなくてパジャマとは。面白くない。ああ、下着で飛び出していくっていう計算だったんだ。さっきの声の正体突き止めるのはそうですか。ぎっくあら。もしお化けがいるのであればこんな部屋には泊まれませんわ。車掌さんに言って部屋を変えていただかないと。一応確かめてみるから。ああ、なんかテープレコーダーみたいな。そういうことじゃないの。何かいました。あ、携帯電話が。まあ、ということは先ほどの声の正体はこれでしたのね。で、誰が喋ってたんだろうな。キック。わかんねえな。俺にはわかんねえ犯人は。どうしたの、七子さん。顔色が悪いよ。いや、別に何でもないよ。でもとりあえずお化けの正体が判明してほっとしましたわ。ありがとう。これもすべてあなたのおかげですわ。どういたしましてですわ。むしろ良かったですわ。なんかすごい静香さんの。ふっ、何さ、鼻の下伸ばしてみっともないったらおりゃしな。鼻の下も伸びるわそりゃ。私は失礼させてもらうよ。いやらしいパジャマ着て。いやらしいわけじゃないけど、なんか普段着ってやっぱすごいいいよね。静香さんだからよりそう思うよ。あの方はいつも怒ってらっしゃいますから。そんなしっかりはしてないですけど。
そうですわね、うん、これでようやくゆっくりと眠ることができますわ。うんうん、それじゃあ親これで。あ、待ってください。お、なんだ。また何かあったら。そう、オフコース問題ないよ。はい、それでは失礼しますわ。何だったっけこのイベント。面白かった。